はい、改めましておはようございます。ムースライターです。今日は7月の27日の木曜日ですね。今日は帰る日でございます。時刻はですね、7時20分ですね。都心手の届く丘キャンプ場の人たちに、まあ、ちょっと挨拶をして、では行ってまいりますと言ってきて、まあ、今出てきたというところですね。おー、絶景すげー。どこまでも続きますね、この直線は。お、ちょっとね、曲がるから。お、トラクター、トラクターが2台。イエイ。まあ、ヤジからゴミを積んでるので、60キロ原始でって言われたので、まず60キロを守ります。法定速度を守りましたので、ね、昨日の都心手の届く丘キャンプ場ですね。まあ、詳しく説明します。まあ、脱サラした管理人さんが始めたキャンプ場で、まあね、お金持ちよりも時間持ちになりたいというスローガンを掲げて、まあ、今キャンプ場をと営業されているわけですけれども、もう何年なんだろう、結構10年だか15年くらい多分経つと思いますね。で、まあ、キャンプ場なんですけれども、レストランも併設してあって、羊の丘っていうレストランですね。まあ、もちろん食べるのはジンギスカンですね。で、ここのジンギスカンはミシュランにも、ミシュランのなんちゃら星にも掲載されててですね、まあ、非常に有名なキャンプ場なわけです。キャンプ場兼レストランですね。で、お昼はそうですね、お昼はあの一般の客にレストランを出して、受けて、で、夜だけはキャンプをした人だけの、ね、夕日を見ながらみたいな、そういう感じでなってるんですよね。で、夕日を見ながら、まあ、その生ビールと、まあ、ジンギスカンを食べれる。やっぱり日が沈むと一気に寒くなりました。もうダウンとか長袖がないともう厳しいぐらいですね。冷え込み的には多分、いや、息も白かったんですよ息が白かったのびっくりした。まあ、焚き火をしながらね、温まってたんですけども、多分あれは長袖とかダウンがないと多分かなり厳しいと思います。だからバンガローにして正解でした。まあ、バンガローの中には、まあ、ストーブもあって、まあ、そのストーブ使うと500円かかるんですけれども、まあ、使いませんでしたけどね。ですので、ね、それくらい富良野は冷え込みも激しいですし、で、日中の気温もぐんぐん上がるので、27度で、夜は11度くらいまで下がるんですよ。結構寒いのでね。でも、これからは多分もう温度も上がってきて、太陽が出てくるとね、どん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 温度は上がってくるので大丈夫だと思うんですけれども、本当びっくりした。寒くて久しぶりにあんなの寒い思いしましたね。ゴールデンウィークの福島以来だな。福島もなかなか寒い。で、朝は5時、まあ、俺は4時でしたね。4時に起きて、朝日のタイムラプスのを撮ってました。まあ、うまくいってるかちょっと分かんないんですけど、まあ、まず試しにね、撮ってみて、で、そうですね、その後にタイムラプスを撮って、まあ、キャンプ場ぐるぐるぐるっと回ったりして、で、朝飯5時頃作り始めて、ヤジを起こして、あのね、いつもね、この二人旅とね、朝起こすのと朝飯担当は俺なんですよまあ、朝飯担当って言っても、まあ、お湯沸かしてなんか焼いたりするくらいで、まあ、めんどくさいことは一切しません。なるべくシンプルにパンだけでもいいですし、まあ、今回はカップラーメンでお湯沸かしてコーヒー入れてってやってたわけなんですけれども、ね、結構ね、ヤジは寝起きが悪いので、ヤジ起きれーって言うと、あー
っていう感じなのでまあ本人意識はないと思うんですけれども、とっさに出る言葉ってね、まあ普段そうやって言ってるんだろうなっていう感じの、家ではね。なのでね、結構厳しいやあはーって、せっかく起こしてあげたのに、ひどい話ですよね。フラノバーガーってここなんだ。結構バイクの場合撤収に時間かかるので、まあね、車みたいにポンポンポンと投げれればいいんですけど、ちゃんと積み込まないと、まあ荷崩れを起こすので、毎回きっちりきっちりやらなきゃいけないわけなんですよね。まあ、これをミスると、あの荷物が落下したり、なんか飛んでいったり、サンダル飛んでいったりだとか、なんか飛んでいったりするのはね、まあ私からはですね、富良野は、まずまあキャンプ場なんですけど、ブヨがいるんですよ。ブヨっていうのは綺麗なところで、なおかつちょっと標高が高いところにいて、で川みたいな感じなんですけれども、ブヨにその噛まれるとすごい腫れるんですよね、痛かゆくて。でブヨっていうのは、血を吸うんじゃなくて、自分でその口あって、で皮膚にかじって穴を開けるんですね。そこから血をチューッとして、でかじるんですよね。そのかじった時のその毒素がその猛烈にやばくて、もう痛くても腫れ上がるくらいの感じなんですもんね。うわ、絶景マジで。今日も、ていうか今日めっちゃ晴れやん。今日もう晴れ男やん。もう俺らもうやばいやん。いやー、もう絶景目の前に見るのは何でしょうか。これはなんちゃらだけですね。十勝だけではないのかな。十勝だけであってほしいなっていう感じなんですけれども、という感じでね、ブヨには気をつけてください。多分でブヨは朝と晩に出てきます。なのでキャンプする人たちは本当外にいるので、晩朝はね本当に気をつけてくださいね。多分富良野のそのどこにでもいるんじゃないかな。ここら辺は山なので。あとてんてん、あったあった、あホットシェフか。おーっと、まだついてる？うん、ついてる。ゴミの付け方よ。おお。ついてた。何？そんなに？スライダーです。ホットシェフっていうね、唐揚げフライドチキンのところなんですけど、トロイカさんが、まあ、これは絶品だから皆さん食べてみてって言って、思い出して食べてみたんですけれども、美味しかったですね。あれはなんて言うんだろうな、まあ、とりあえず今は、内帯高原牧場の方に向かっていきたいと思います。ホジクサロー、すげえカーブだな。もう長い長い、もう曲がってる時間が長いよ。もしかして結構山の上もしないけど、なんか寒いもん。ハリカチ峠ってここなんだ。ああ、これ見てよ、これこれ。すごいね。
おしっこ漏れる。あとガソスタ、今ガソスタ行っておしっこトイレ超やべ7割5分